ロスバッハフォアデア兵衛は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属する市である。フリートベルクの南西、タウヌス山地の辺縁部に位置する。ロスバッハフォアデア兵衛氏は、北は、フリートベルク、東は、ベルシタット、南はカルベン、西は、バートホムブルク、フリードリヒスドルフ、ベールハイムと境を接している。ロスバッハフォアデア兵イは、ニーダーロス区、 オーバーイコールロスシクロートハイムフォア、デアヘイエシクからなる。宿命の後の括弧内は2004年12月31日、現在の各宿の人口である。ロスバッハは884年に初めて文献に記録されている。もともと独立した自治体であったロートハイムは、これより早く805年にロルシュ文書に記録されている。出土品は、 戦隊分土器文化時代からケルト時代にまで遡る。地名の由来は確定されていないが、仮説として中古ドイツ語のロエゼン、またはロゼンに由来するという説が提唱されている。これはアマを加工して繊維を取り出す際に行われるロソン、すなわち水につけて、 マを腐らせる作業を示している。オーバーイコールロスは、884年に皇帝から古田修道院に寄進された。その後この村は、ヘッセンダルムュタットホーハク領、ナッサウハク領、トリーア戦帝講領と変遷した。この町は、1663年に都市圏を授かった。ロートハイムフォア、デアヘイエは、 1600年から1821年までアムトロートハイムの軍庁所在地であった。1850年から1926年まで80の行動でマンガンの校内再校が行われた。1901年フリートベルク・ホムブルク戦によってニーダーロスとロートハイムが鉄道網に接続した。1912年それまで一体であったニーダーロスとオーバーイコールロスが 分離された。1988年の直接行動の同調者によるロスバッハァ放火テロ事件は連邦中に報道された。1970年12月1日にそれまで独立した自治体であったニーダーロスがオーバーイコールロス氏に合併した。オーバーイコールロス氏は公式にロスバッハ氏と改名した。1972年8月1日。 ヘッセン州の市町村再編に伴って、ロスバッハ市と、ロートハイムフォア、デアヘイエが合併し、ロスバッハフォアデアヘイエ市が成立した。ニーダーロスのブルク協会この町には、以下の協会がある。福音主義協会カトリック協会2011年3月27日の、ロスバッハフォアデアヘイエ市議会議員選挙以降、本市の市議会は31議席で構成されている。 無所属のデトレフ・ブレヒテルは2008年8月24日の市長選挙第1回投票で73.1%の票を獲得して市長に選出された。この選挙投票率は32.7%であった。無所属のトーマス・アルバーは2012年10月7日の市長選挙で56.3%の票を獲得してデトレフ・ブレヒテルの後継者に選出された。 この選挙の投票率は50.7%であった。図柄、金字に赤いシェブロン。上部には青い塔と様式化された羊飼いのスコップ。下部には金のしべと緑の額を持つ赤いバラ。解説、羊飼いのスコップはかつて独立した自治体であったニーダーロスの象徴である。塔は本来のロスバッハから 4km 離れ1972年に ロスバッハの新しい宿となったロートハイムフォア、デア兵衛を表している。これらにオーバーイコールロスの象徴であるバラを含めて、ロスバッハ全体を表現している。レーベの中央倉庫及び管理棟、ニーダーロス宿には、伝統企業のロスバッハーミネラルバッサークベレがある。この会社は2001年から、ハッシアミネラルクベレンに属している。ニーダーロス区にはこの他にレイベドイチャーズーパーマルクと、 区画の大きな中央倉庫と管理棟がある。小売業者や量販業者を含む大規模な産業地区には2軒のファストフードレストラン、スーパーマーケット、ガソリンスタンドがある。2009年からここにはトライアンフモーターサイクルのドイツセンターもある。これに隣接する森林地域には渓岸の採石場がある。ロスバフハォアデアヘイエイ駅この町へは 近くを通るアウトバーン A5 号線、フランクフルトカッセルのインターチェンジや鉄道、フリートベルクフリードリヒスドルフ線経由で行き来できる。ロスバッハフォアデア平イ駅は1901年に開業し、その駅舎は現在保護文化財に指定されている。10年来計画がなされてきたニーダーロスバッハ、南バイパス道路は2010年12月1日に加入れがなされた。三つの工事区間、 約 3km のこの道路は、東の群動計1 1号線から修道 L3352 線を経由して、B455 号線でアウトバーンまで行くという、工程を改善する。最初の区間である、B455 号線からディーゼル通りまでは、2012年3月に完成。第2区間の新しい鉄道橋を経由して、L3352 線のラウンドアバウトまでは、 2012年12月20日に完成した。第3区間のラウンドアバウトから 9K11 号線までの約1トルは2013年の初めに工事が始まり2013年12月4日に開通した。ニーダーロスの水木ニーダーロス区には古い水場がある。オーバーイコールロスの西約3トルにローマ時代のカストラカーパースブルクがある。これは オーレティシャリーメスの現存する遺構の一つである。19世紀から20世紀の変わり目の時代に、すでに発掘され、保存されていたカストラは、リーメスがユネスコ世界遺産に登録された機械に完全に補修され全域が考古学公園に整備された。人民法廷に立つアドルフライヒバイン。ありがとうございます。